はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、またちょっと一個車用品のね、ご紹介をしてみようかなと思います。うちの車、普通にねミラーなんですけど、この室内についてるね、この ルームミラーね、は普通のガラスのね一般的な、ルームミラーなんですけど、最近ね、新車なんかで買うと、モニターのね、モニター型のルームミラーっていうのね、標準でついてたり、してますよね。で、あとは家電量販店、家電量販店じゃない、カー用品店ね、とかでも、そのデジタルミラーっていうかな、そういったものね、後ろがこう荷物とか積んでても、後ろがね、しっかり見える、カメラの映像をね、そこへ投影してるので、荷物積んでてもカメラをね、車の外側に、バックカメラみたいな感じで、つけてたらね、十分見えるというような、もの、これがね、ちょっと気になってて、買ってみました。キャンプとか行くときに荷物積んだら後ろ見えなかったりもするんでね、そういうのもあって買ってみました。それがこちら、じゃーんね。Amazon で買ったんですけど、キャンペーンなのかな、クーポンがついてて、結局2000円くらいのクーポンついてたのかな、結局1万円ちょっとくらいで買えたんですよ。だからね、結構お買い得じゃないかな。で、レビューの評価もすごく良かったので、耐久性なんかはね、ちょっと使ってみないと分かりませんけど、多分大丈夫じゃないかなと思います。それはまたね、使っていっての話なんでね。一回ね、通電確認で電源は入れてみたんで、その時の、印象としては良かったです。で、商品としては、これに、茶色のね、紙がしっかりと、包装された状態で届きました。当然 Amazon のね、箱に入ってですけど、で、一箇所ちょっとね、箱潰れは箇所はあったんですけど、これはどうなのかな、もともとそういう風な、感じだったのかちょっと分かんないですけど、これ型番がね、多分これかな、これが型番なんのかなね。ちょっと型番はね、これなんていう型番だったかな、ちょっと待って、これ見といた方がいいね。でも Amazon のね、メーカーさんの分ってね、あんまりなんか型番があるようでないような商品あったりするんでね、ちょっと微妙かな。安いやつなんでね、メーカーさんはこれ、ボーダン、なんていうメーカーかな。BORDAN。ボーダンかな。ドライブレコーダー。型番がこれまた書いてないんだよな、多分。やっぱ型番がないな。ボルダンっていうメーカー。ね、ボルダンっていうメーカーの分で、ここね、見えないか。ちょっと明るすぎるか。ボルダンっていうメーカーね。型番が書いてない。一応ね、11.66 インチ。他のメーカーのでも12インチとか書いてますけど、だいたい 11.66 インチ、結局はね。試写後にして12インチみたいな感じになってるんですけど、これの製品特徴としては、前のカメラが 2K。ね。2K で撮れて、後ろが1080で撮れるんで、結構ね、今売ってるドライブレコーダーなんかも結構前も後ろもフル HD。くらいまでしかないんじゃないかな。一応あるのはあると思うんですけど、ミラー型でっていうのは多分、2K 以上っていうのは多分ないと思うんですね。だから物はそんな悪くないと思うんですよ。で、これ本体ね、質感も悪くない。これ今ちょっと、これまだ剥がしてなかったんで、ちょっと剥がしますね。ちょっとだから、実際どんな映像で映るのか僕もまだ 見えてないんです。見れてない。こう向きかな。だからね、実際は。で、後ろがこんな感じ。ね、ここがスピーカー。で、ここに、これが、車のフロント側のドライブレコーダー用の、カメラね。で、
これが、駐車中は一応防犯カメラみたいなカメラみたいな感じにも、動作する、まあ、あの振動をね、感じたりすると、録画が開始されるような形、にもなってるみたいです。で、一応電源ね、USB の電源の、方と、あとこれがリアカメラに、行くジャックね。でここは SD カード入れますね。こんな感じのシンプルな作りになってます。でこれ後で見せますけど、ゴムみたいなやつで今の既存のルームミラーに、取り付ける感じになってます。とりあえず入ってるものはミラー本体とケーブルね。これがリアカメラのケーブルね。で、リアの方まで這わした後に、これがバック信号ね。バック信号、だから、あれね、あのバックランプのところから撮ってもいいと思いますけど、プラスのね、バックに入った時にプラスの出力が、出るね、であのコードに、取り付けますね。で、あとはあのこれがあのさっきのミラーの方に行くジャックね、になります。で、これは電源用の、これもあのシガーの方から取るソケットね、だからうまくね、中はわそうと思うと、あの別にね、シガーのどこか電源取ってね、まああのあれ何、今あるかな、こんなやつね、こんなやつ、これは別ね、ついてないですよ。まあこういうソケットのね、普通の電源取るやつとか、あともっと簡単にいくんやったら、ヒューズね、ヒューズのとこ差し替えて電源取るやつね、こういったものを貼って、まああのやってあげたらシガーソケットのとこも、塞がないで済むんで、まあそういう風にやってあげたらいいと思います。まあこうね。で、あと取り付け用のやつがこれ、ゴムみたいなのがついてるんで、これちょっとまだ説明全然読んでないんだけど、まあ、ここへこう引っ掛けるんでしょうね。こうやってね。だからこれで挟み込むのかな。いや違うか、これだけでつけちゃえばいいんだ、ゴムで。これなんだろう、これちょっとわかんないな。これな、何かな、これでもここへつけるやつですよね。ちょっと説明書を見たらわかると思うんですけど、まあこういう風に多分つけるんでしょうね。ねえ、これ何かなんだ、なんかもしかしたら車種によってこういうのでつけれるやつもあるのかもしれないですね。ちょっとわからない。まあ説明書、まあとりあえず簡単につけるんだったらゴムでバンドしてね、はめちゃえばいいと思うんで、まあゴムで僕はやろうと思いますけど、とりあえず。で、入ってるものは、あと説明書、これも日本語の説明書がちゃんとついてくれてます。なんかさっきのやつ見てみようか。あんまり詳しくね、これも書いてなかったんですよ。まあ簡単にね、書いてくれてはおるんですけど、これも配線なんかの使い方な。あんまり、やっぱり、あんまり細かくは、ちょっと日本語もおかしいところありますけどね。はい。一応ベルトかけるのは本当は日本でいいと思うんですけど、予備も、ついてて、4本ついてます。4本。で、あとは、まあこれも多分取り付けに使うんでしょうね。シールとネジ。ネジね。シールとネジが、ついてます。2本ね。ネジは2本ついてます。で、SD カード。ね、SD カードはね、これが 32GB のが標準でもついてくれてます。この、この値段でね、この値段でもついてくれてるってね。で、あと、おまけっていうか、すごいよね。この読むための USB リーダーまで、USB、あ、いやいや、あの SD カードリーダーまで、ついてます。すごいよね。で、一応ね、あと、なんか、こんなやつも、なんか、メールをね、送って Amazon レビューちゃんと書いてくれたら、なんか、こんなやつがもらえるっていうね、やつも入ってました。
あと1年保証がついてますね。はい、こんな感じの商品になります。で、僕とりあえずね、このやつ持ってるんですよ。家で100V から、12V ね、車用品使えるやつ、まあ変圧のやつを持ってるので、これでねちょっと、まあデモをねしていけたらと思います。とりあえずね電源を足して、まあ、入れてみましょう。でカメラもちょっとよいしょつけてみましょうか。カメラはだからどうしようかな、僕の方に向けてどっか置きましょうかね。ケーブルは結構長そうですね。何メーターくらいあるのかな、ちょっと長さはあんまりわからないけど、ワンボックスでもいける、ワンボックスもいけるくらいの長さは十分にありますね。はい。で、ちょっと一回カメラはね、どっか設置してみましょうか。ここら辺でいいか、ね。ちょっと簡単に置いてみますね。簡単にっていうのは置けない。あ、さっきの両面テープごめんなさい、これここのリアのカメラの両面テープですね。これね、これあれだわ、ここだわ。ちょっとこれ、ドライバーで締めてあげないとゆるゆるなので、ごめんなさい、ちょっとねちょっと準備しますね。ちょっとお待ちください。ではでは。はい、どうも。今ね、平城宮跡の方着きました。とりあえずね、今からまたね、撮った映像を、実際の撮った映像は見ていただくんですけど、先にね、ちょっと機能とか、つけた感じのね、紹介をしようと思います。まずね、フロントは、ここちょっとガラスが反射して見えないかな、これね、これ、こっちのカメラは違いますよ。これカーナビのやつなんでね、ちょっと中を見てみましょう。こんな感じです。こんな感じね、ここのカメラは、若干ねこう動きます。上下とかこうなんていうか、でもあくまでもこれミラーのところについてるんでね、あまり自由度はないですね。はい。こんな感じです。で、ゴムバンドで、こうつけてる感じになります。ゴムバンドね。つけてる感じです。ちょっと、実際のミラーの方はね、また、中、運転席行ってね、やりましょう。で、カメラ自体は、ここへつけました。ここね。こっちの方。こっちの方ね。こっちの方はカーナビのやつですね。はい、こんな感じになってます。ちょっとピント合ってるかなね。でどうしてもねちょっとこの長さがね長いんですよ。だからちょっとね場所を考えようと思ってます。雨降ったんですけどね、昨日ちょっとレンズのところに水滴がね、ついてしまって見えにくかった。今ちょっと吹いたんですけど、ちょっと見えにくかったんで、そこら辺ちょっと問題かなと。今ねプリウスアルファに乗ってるんですけど、この雨がかからないこの辺りにつけてもいいかなと思ってます。上につけようと思ったんですけど、ちょっと配線がねなかなか出せなかったんで、あとそのやっぱり奥行きの問題もありますかね。ここへちゃんとつけれるかどうかが、問題なんですけど、まあその辺りねちょっとやってみたいなと思います。で、あと中身ね、中なんですけど、ちょっと明るさいけるかな、このくらいで見えますね。一応今ねエンジンかかって録画状態になってます。これエンジンかけたら一回切りましょうかね。でもともと今ちょっと駐車監視モードに多分なると思うんですけど、切れましたね。はい。でもともとの状態でもこれ位置動かすとね、フロントのこの前のカメラの位置がずれちゃうからあれなんですけど、これもともとミラーになってます。ミラーね。だから、
電源入ってなくても普通のルームミラーとして使えるように、はなってますね。で、エンジンかけると同時に電源が自動で入りますね。EPC カードを認証しました。で、一応ね、あれなんですよ、駐車監視モードってバッテリー内蔵してて、なんか衝撃振動をね、加わったら、こう、なんていうの、ちょっとまあ、年末年始取締強化運動期間です。はい、すいません。あれですね、こいつですね、こいつね。はい。で、まあ、それ設定でね、できます。で、上から下にやるとメニューが出ますね。メニューも結構いろいろあるんですけど、このくらいでいけるかなね。で、これ解像度ね、 2K、 これ 2K が結構ね、なんていうか、ある、この値段のやつであるのはなかなかいいと思うんですね。 2K と、2K と後ろが 1080p ね。で、 1080×1080 で、撮れるモードと2つあります。フロントが 2K ね、最大で。ファイル分割時間っていうのは、細かくやっぱりね、ファイル分かれちゃうんですよ。なんかこう分かれさしとかないとループ録画ができないのかな。なんかバイクのドラレコもなんか連続してね、長く撮っちゃうとね、ループ録画できなかったんですよね。で、これなんかよく分からない、タイムラプス監視、これも常時撮っちゃうのかな、駐車してる時。これまだね、ちょっと使ってないんでごめんなさい、機能ね、よく分からないです。音声は多分ね、最初、いろんなアナウンスが出たりするんで、それだと思うんですよね。で、このちょっとなんか感じおかしいですけど、これ多分衝突した時の感度だと思うんですよ。で、これも小中高ってなんかおかしい感じしますけど、要するに、強弱の調整ね。で、高い方が感度が高い。ね、小の方が低いという感じです。感度の調整ね。方が、敏感になるとね、いう感じになってます。で、駐車監視モード、これもね、そのセンサーの、強弱。ただ、だから乗り込むときね、ドアをエンジンかける前にドアバーンってこう閉めちゃうと、それもね、反応しちゃうんでね。まあ、これちょっとなんか微妙だなと思いながら、なんかいい方法ないのかなと。一番ね、今小にしてますけど、僕の場合は小でちょうどいいくらいかな。ね、もうめんどくさかったらこれもオフにしてもいいかなと思ったりもせんではないんですけど。で、なんか知らんけど、ナンバープレートの入力画面。なんか、でも、日本語はないんでね。あくまでも、英数字だけなんで。まあ、どうなの？これ設定したら多分、あれかな。動画の中に、入ったりするのかな。ちょっとよくわからないですけど。で、スクリーンセーバーじゃなくてスクリーンシェーバーになってますけどね。これもなんかよくわからないんですよ。なんか消えちゃうのかな。なんか、設定してたら多分画面が消灯して、でもそう、消灯したら意味ないしね。なんかよくわからないんで、もうオフにしちゃいました、これは。ね。で、あとは動画の記録が H265 か H264 かを選べます。で、光源の周波数は、これ信号の関係でしょうね。50と60。これは西日本か関西かで変えてもらったらいいと思います。で、USB モードっていうのは、これこの本体自体を USB でパソコンに接続するときになんか使ったら、一応、まあ、そんな使い方する人はあんまいてないと思いますけど、カードリーダーというかね、いう感じで使えるみたいです。あとはバージョンアップの時とかに使うのかな。こんなんバージョンアップするのかどうかわかんないけど。で、あとはボタン音ね。で、あとスピーカーの音量ね。が、こう選べます。ね。で、あと起動音。これもね、まあ、なんか変な音鳴りますわ。電源入れた時に。まあ、いらないと思います。で、あとね、これがよくわからない。ルームミラーニター。なんか、本当によくわからない、これ。いろいろ試したんですけど、オンオフでね、試したんですけど、なんかよくわからない。上下逆転するのが、するのかと思ったらそうでもないしね。なんかよくわからない。で、言語設定ね。言語設定。まあいろいろ。まあ日本語ですよね。あとです。で、時間の設定。で、下がフォーマットで、
初期、初期化、これはもう本体の初期化でしょうね、で情報ということで、まあこんな感じです。でタッチセンサーはね、これもう見てもらったら、分かるように結構ね敏感っていうか綺麗にストレスなく反応してくれますね。であとはこっちの右端を上下すると明るさの調整ね。ね。で、左端をやると、このカメラの中での上下。ね。上下が調整できます。だから元々の当然ね、取り付け位置はあるとしても、ここで微調整が効くっていうのがいいと思います。で、こっちからスライドすると、モニターが変わりますね。これが後ろ。これが今フロントね。で、これがフロント。これがリア。まあ、これをね、切り替えが、右から左へスライド、するとできると。で、逆に左から右へスライドすると、撮った動画が、見れるように、なってます。ね。今。で、この上のところやると、前の録画をか、後ろの録画か、後方の録画かっていうのね、こういうふうに、出てくるようになってます。だから、ここでも何か、ちょっと確認、でもこんな確認するのは多分事故したとか何かそういったことだとは思うんですけど、まあ、ここでも一応、確認が簡単にできるということです。まあ、ちょっと再生してみましょうか。まあ、こんな感じ。ちょっとピント合わない。こんな感じ。ね、こんな感じでできます。まあ、でも、これね、このドラレコって結構安い方だと思うんですよ。カメラがね、ちょっとこれ前方のカメラ、ちょっとなんか反射して見にくいな。また後でね、この撮ってる SD の中保存してるやつを見ていただくんで、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、カメラがね、どうしてもね、さっきも見てもらったように、ここについてるんでね、これ。だから、どうしてもね、ちょっと斜めっちゃうね。だから、このミラー位置を本当はまっすぐにすりゃいいんでしょうけどね。まっすぐにね。こうね。だけど、運転してて見にくいから、どうしてもちょっと、こうね、運転席向けにしちゃってるんで、こんな状態になってます。難しいね。フロントカメラもできれば、別カメラにしてもらえたら、すごくありがたいかな。はい。ということで、じゃあ、とりあえずね、この平常旧跡まで来る、ところのね、映像をちょっと見ていただけたらと思います。ではでは。はい、どうも皆さん、お待たせをいたしました。今ね、ちょっとね、これ、車乗ってる動画ね、撮り直しということで、本当はね、さっき見ていただいたように、平常旧跡まで行った動画を、まあ、撮ったんですけど、このミラー型のドラレコみたいなですね。ただね、もともと付属してる、メモリー、カードがね、32ギガということで、ちょっとね、メモリーカード抜くのを忘れて、3日くらいかな、3日4日した後に抜いて、確認をしたらね、見事にね、データが消えてたっていうね。まあ、フロントが 2K で撮ってて、後ろが 1080p で撮ってるんで、まあそこそこね、やっぱりデータが、量がいくので、まあ、抜き忘れた僕は悪いんですけどね。まあということです。で、撮り直しをしてます。今ちょっと用事で、大阪方面に向かって行こうかなと思って、まあいつものね、まあ通勤ルートみたいなところを走っていくんですけど、まあ今日は、雨、天候は雨、ちょっとね、今はリアカメラ水滴とかはついてないみたいですけど、水滴がついてくるとちょっとね、見にくく、なると思います。カメラの場所はね、ちょっとね、変えようかなと思ってます。もうちょっと今ちょうどナンバープレートのあたりにつけてるんですけど、上のあたりにね、ちょっとつけ直して、まあちょっとこう雨がかかりにくいような、ところにね、つけようかなというふうに考えてます。音声もね、これ一応ドライブレコーダーの、音声ですね。で、ちょっとボリューム、自体はね、かなり、音量は聞いてみたらちっちゃかったので、多分ね、編集の時に上げることになると思います。
だからあのそこの音量の調整だけはねちょっとあの、かけてますけど、一応ねドラレコの方の音声でね、この先大阪府です。はい、大阪府ね、ということで、まあ、あのそんな感じでやろうと思います。でこの、まあ、あの機械の特徴ね、まあ、GPS が入ってないんですよ、まあ、その分ちょっと安くなってるっていうのもあるんですけど、およそ300m 先左折専用レーンがあります、ご注意ください。はい、すみません、ちょっとナビのねあれがうるさいですけど、はい、ということで何を話してた、あ、そうそう、GPS が入ってないんですよ。ただ、まあ、あの前とね、前が 2K で撮れるっていうのも、あのそれがいいなと思ってね。で、まあ、GPS の場所はね、もうあのいいかなということで、まあ、そこはあの妥協してね、まああのまあ、走ってるとこ見たら分かりますもんね。だから、あのそれでもういいだろうということで、あの、まあ、今回は映像の分だけね。あとは、まあ、デジタルミラーなんで、まあ、後方がね、ちゃんと見れるということなんです。まあ、デジタルミラーというのを僕も初めて使ったので、ちょっとね、微妙、まあ、なんていうか、他のと製品の比べがね、仕様の比較ができないんですけど、若干なんかやっぱミラーで見てるのとの違和感、なんていうかな、これ遅延って言っていいのかな、やっぱりね、ミラーで見てる感じと違うのと、まあ、明るさとかもね、やっぱりまあ、調整はね、できるんですけど、やっぱりちょっと違うっていうのもあったりして、なんか、違和感が、まあ、逆にずっと見てたら、ちょっと寄っちゃうような感じに僕はなってきてます。ね。まあ、それはもしかしたら他のデジタルミラーでも同じような感覚になるのかもわからないんで、これはもう人によるのかもわからないです。あ、で、まあ、他の映像でも見てるトンネルね、今入りましたけど、まあ、暗いとこでの映り方、ね、いかがでしょうか。まあ、今日若干ね、雨に濡れてるので、レンズもね、濡れてるので、ちょっと、まあ、見え方がね、かなり、ボケてしまって、どうかなということなんですけど、でもね、僕も PC で映像を見た感じではかなり綺麗に撮れてるような感じでした。まあ、僕としては、まあ、値段がね、この機械は1万円ちょっとくらいなんですよ。Amazon でね。概要欄の方に Amazon リンク貼ってるんで、また製品の詳細な仕様は、そちらの方を見てもらったら、いいと思うんですけど。まあ、この1万ちょっとっていう値段でね、これだけの機能があって、映像もね、かなり僕は満足ができるくらいの映像の、質があったんで、まあ、十分かなというふうに、正直思ってます、ね。まあ、暗いところと明るいところの感じ、まあまあ、見てもらってという感じですよね。はい。じゃあ、ちょっとね、今からはもう、バックサウンドをちょっとかけながら、まあ、ちょっとまで、製品のこの、画質チェック、していただいたら、いいかなと思いますので、ではでは、よろしくお願いします。